イタリアのアルバニア侵攻は1939年4月7日から4月12日にかけて行われた戦いで数日間の戦闘の後にアルバニアは降伏してイタリア王国の保護領となった敗北に伴いアルバニア国王ゾグ1世は亡命し新たにイタリア国王ビットーリオエマヌエーレ3世がアルバニア王として退官したことでゾグ家から サボイヤ家に大いが移った。イタリア統一運動より長らく、アルバニア地方はイタリアにとっての地政学上の戦略的要地であり続けた。主な理由として、アルバニアがアドリア海の沿岸部に位置していることが挙げられ、海軍の専門家たちは特にブロラ1の重要性を説いていた。加えてアルバニアはバルカン半島に対する共闘歩にもなり得る場所でもあった。 したがって幾度もイタリア王国はアルバニアへの干渉を試みている。第一次世界大戦前、イタリア王国はオーストリア・ハンガリー帝国と共に協力して、アルバニア地方がオスマン帝国の支配下から逃れることに助力した。続く第一次世界大戦では戦後中部アルバニアをイタリアへ併合することを参戦条件とし、英仏が承諾したことで参戦。 オーストリア・ハンガリー軍との戦いに並行して南アルバニアの占領に成功したが戦後ギリシャがイタリアのみが利益を得ることは許さず南部アルバニアを要求したためにアルバニアは消滅の危機にさらされるこのため英仏は約束を保護としてアルバニアを独立国として認めることになったイタリアはアメリカ合衆国のウッドロー・ウィルソン大統領の 民族受決論に基づく圧力やアルバニア政府の非難などを受け、1920年に軍を撤退させざるを得なくなった。それからしばらく、アルバニア問題は過去のことになっていたが、ベニート・ムッソリーニのファシスト等が政権を奪取すると、再びアルバニアへの干渉を再開した。イタリアは独立達成後、政治的混乱が続いていたアルバニア共和国で、 独裁職を深めつつあったアフメトベイゾグ大統領に接近し、経済面での援助を行い始めた。アルバニア住民は、アルバニア人としての民族意識が薄く、国民意識形成のために、強力な中央集権政策を進めるゾグーとしても、強行路線を続けるためには、大国の後ろ盾が必要であった。各して、両者の友好関係が築かれることになり、 次第に武器や弾薬、燃料といった重要物資などの援助も受けるなど依存を深め、1930年代には完全にアルバニアはイタリアの経済植民地と化してしまった。予定通りことを進めたイタリアではあったが、ゾグは最後の一戦であるアルバニアの主権喪失だけは堅くなに拒み続け、1934年には、 隣国ユーゴスラビアと外交を樹立し、ムッソリーニを激怒させている。ムッソリーニは、イタリア王家の新重論や国際世論の批判などから、軍事行使は避けていたが、1939年に、アドルフ・ヒトラー率いるナチスドイツがチェコスロバキアを、軍事併合したのを目の当たりにすると、ついに占領を決断する。1939年3月25日、ティラナのゾグに、 最後通帳が突きつけられた。その内容は、アルバニアの主権を譲れば、ゾグーとその家族の生活は保障するとするもので、ゾグーがこれを拒絶したことでイタリアはアルバニアに、戦線布告した。サボヤーサ、アルバニア王国の旗。従来のものに、両脇のファスケスが加えられている。1939年4月7日、アルフレド・グッソーに将軍引きる。 イタリア陸軍数航連隊がイタリア海軍の護送艦隊により4波に分けられて上陸した。イタリア陸軍は上陸初日にドゥラスを中心に防衛するアルバニア軍を一周して同志を占領し、翌日には首都ティラナを早くも陥落させている。戦闘開始から4日後の4月10日までにイタリア軍はアルバニアのほぼ全土の占領を完了、追い詰められた。 ゾグル一世はアルバニアを捨てて、家族と共に、イギリスに亡命した。残されたアルバニア議会は4月12日に国を捨てた、ゾグルの王位を無効として、彼の敗位を議決すると共に、イタリア王、ビットオリオエマヌエーレ三世を新たなアルバニア王に、選出すると宣言を出した。事実上の降伏を認めた議会はアルバニアを、王の庇護により、 イタリア王国の同訓連合として扱ってくれるよう、嘆願し、連合に移行するまでの暫定首相にシェフチェとベー、ベルラツィを選んだ。シェフチェとは、ビットーリオエマヌエーレ3世が、ローマのクイリナーレ宮殿で、戴冠式を行う4月17日まで首相職に、泊まった。イタリア王にして、アルバニア王となったビットーリオエマヌエーレ3世は前、イタリア大使、 フランチェスコ・ジャコモニ・ディ・サン・サビオを国王の代理人としてアルバニア統治を委ねた。1939年4月15日、イタリア王国の従属国となったアルバニア王国は総主国に歩調を合わせて国際連盟から脱退した。その後、イタリアはフランスの敗北が決定的になった1940年6月10日、 イギリス、フランスと開戦し、さらに1941年12月には、日本とアメリカが戦争状態に入ったことを受けて、ドイツと共にアメリカに戦線を布告するなど、日本、ドイツと並ぶ、数軸国の一国として、本格的に参戦することになるが、アルバニアの統治は、確実にその進度を増していった。1939年6月3日、 アルバニア外務省に解散命令が出され、職員はイタリア外務省のアルバニア大使館職員として吸収された。アルバニア政府の外務大臣、ジェミル・ベーディノーもイタリア政府のアルバニア駐在大使に転任した。国家ファシスト等の影響を受けて結成されたアルバニアファシスト等が政権を担当し、アルバニア軍の各部隊はイタリア国防省の指揮下に移され、 1940年には、正式に、イタリア陸軍に、外国人師団として統合された。また、各地のイタリア人入植者を集めていくつかの、黒シャツ師団が新規編成されたが、PFSH 党の部隊がこれらの補充要員として、編入された。1939年9月に、第二次世界大戦が始まり、1940年10月28日に、 イタリアがギリシャに侵攻を開始すると、補助戦力としてのアルバニア人師団が各地で編成された。アルバニア政府、及びイタリア政府は、ゾグー時代から唱えられた大アルバニア主義を鼓舞し、アルバニア人の国家主義者も戦争を歓迎した。だが現実には、アルバニア人兵士の士気は非常に低く、戦うものよりギリシャ人に投降したり、 パルチザン化するものの方が多く、イタリア陸軍の手間を増やしただけに終わった。ドイツの参戦でなんとか勝利に返した後、イタリアが獲得したギリシャ領の一部はアルバニアに編入され大アルバニアが実現したが、あくまで形式上に過ぎず、実際はアルバニア本土も含めてイタリアによる統治が行われた。1943年9月にイタリア王国が 連合国に降伏したことで、占領統治は終焉を迎えるが、ついで、ドイツ軍の占領下に置かれてしまったために、イギリスのゾグーは帰国できなかった。一方、アルバニアの国家主義者は、アルバニアファシスト党を再編して大アルバニア防衛を結成すると進駐してきたドイツ軍に加担し、今度は、ナチ党を模倣したアルバニア国家社会主義党を決闘した。ドイツは、 第 21SS 武装山岳士団、スカンデルベクを編成して、彼らを戦力化したが、大量の脱走兵を出した、スカンデルベク士団は半年余りで、アルバニア人部隊から、ドイツ人部隊へと再編された。占領から解放されたアルバニアでは、ゾグ派の国家主義者と、ソビエト連邦の支援を得たパルチザンが、争い、後者が勝利を得て、 アルバニア人民共和国が成立した。エンベル・ホッジャの指導の下で安定を得たアルバニアに、ゾグルの戻る余地はなく、そのまま、フランスで隠しした。数十年後の1997年に、共産政権が崩壊した後には、息子のレカ一世が王が、大即位を宣言するが、国民投票で敗北して国外に退去した。ありがとうございます。